トくん、お疲れありがとう。アンバさん、かわいいありがとう。フクちゃん、お疲れありがとう。わおわおわお。待て待て。しんいちさん、お断りです。大吉さん、かわいいありがとう。サッタン、サトコさん、ハット、ありがとう。サワッチョさん、ミューラッチさん、イモケンピさん、コンペイト、ベニちゃん、ゲームギフト、シオナさん、かわいいありがとう。中田さん、ボンボリー、ありがとう。アンバさん、ありがとう。NT さん、コナンさん、ありがとう。コンペイト。ミキヤくん、歯車。右田ピポさん、コンペイト。しんちゃんさん、コンペイト。エリオさん、コンペイト。オサティさん、花束、ありがとう。ヨスグルペアドレスさん、ペンライト。ダーソクさん、ハート。ミツルンさん、かわいい、ありがとう。今日さ、夜ご飯もらいそびれちゃって、夜ご飯のお弁当持って帰りそびれてしまって、今気づいて腹ペコです。めっちゃ腹ペコ。お腹グーグーなるかもです。スケモンさん、バラ、ありがとう。ナルシさん、歯車。ガトーショコラさん、コンペイトー、ありがとう。あ、確かにこれひなあられだ。絶対これはひなあられ。コンペイトー、なんでコンペイトーなんだろうと思ったけど、確かにこれはコンペイトーではなくあられですね。ほんとやん。ゼータン、ありがとう。しんいちさん、コンペイトーじゃなかった、あられ。陣内さん、イス、ありがとう。腹ペコペコだよ。スケオさん、お断りです。こんばんは。でもお昼のビビンバをもうもりもり完食したから、夜は控えめにしなければいけません。でもお腹は空きました。今家にあるものは蒙古タンメンのカップ麺か、台湾ラーメンの袋麺か、いつか食べようと思って保管しているラーメンたちがあるけど、ちょっと我慢。アイスもある、チョコモナカジャンボがある。コウさん、ハートギフト。中田さん、コンペイトじゃなくてあられ。スケオさん、ボンボリ。ネロケンさん、ハートありがとう。カンさん、あられありがとう。みんなはひな祭りらしいもの食べましたか？あられとかなんか和菓子系食べましたか？私はあのね、広島に何だったっけ、なんて名前だったっけ、なんか餅せんべいみたいなお店ができたんですよ最近で。この前そのソラハさんと喋ってて、もしかしてひな祭りの日の差し入れここの店じゃないとか言っとったら、本当に今日そのお店の差し入れで、なんて名前やったか忘れました。なんか餅のせんべいでした。せんべい、なんか餅のお菓子みたいなやつだった。名前わかんない、3文字のカタカナだった。なんかね、もんぺみたいな名前、そんな感じの名前だったんだけど、ちょっと思い出せん。何やったかな、もが入る、もとぺは入る気がする。モロッペ、いや違うな、も調べる。広島餅、お菓子なんだっけな。歌手さん、ビーディーマンさん、あられ。みつさん、あられ、ありがとう。ぼんぼりもありがとう。みつさん、もなんかもうで始まる気がするけど違うかもしんない。誰かわからないですかね、誰かいない、もうで始まるお菓子に詳しい人。もち、3文字なの、3文字。3文字でカタカナ、最近できたお店で、いや、ほんそうなの、もうモンペしか浮かばなくて、でも本当に最近できた。待って待って待って、見つけたかも。待って
ってパリモだった、パリモです、パリモ全然ペじゃなくてパだった、仲間でした。パリモ、パリモ、パリモっていう、あの焼き餅、焼き餅っていうのはあの嫉妬とかの焼き餅じゃなくて焼いてる餅の専門店のパリモでね、私はチョコチップ味を食べたいけど、他にも甘納豆とかイチジクとかきな粉とかね、シナモン、あんバター、キャラメル、レーズンバターとかいろいろあってね、美味しかったです。そうだね、みんなよく焼き餅を焼きますよね。新しくね、最近できたやつが今日差し入れでした。めっちゃ美味しかった。見た目はね、なんかこんなやつ、今餅広島で検索したやつなんだけど、こんなやつ、四角で、四角の長方形で、サイズ的には名刺よりちっちゃいぐらいかな、ぐらいのサイズ感です。ダンバラにあるんだって、今調べたら書いてた。そう、パリモ、パリモでした。モンペかと思ったらパリモだった、全然違いました。なんかもちもちしてて不思議な食感だった。しゅんさん、あられ、白熊さん、ハート、あきもさん、あられ、ありがとう、クロさん、あられ、はるさん、ハート、ありがとう、ありがとうございます。しゅんぼうさん、クロさん、かえでさん、あられ、テキサスのロンスターさん、バラ、もちはどさん、白熊さん、ハート、ありがとう。パリも、今日はいちごもあった、差し入れに。愛媛県産のレッド天使のいちごです。レッド、なんだっけな、メールに書いて送ろうとした瞬間に急に初期化されたんですよ、メールの画面が。愛媛いちご、なんだ、レッドパール、レッドパール、レッドパール、天使のいちごが差し入れでした、今日。めちゃくちゃ大きくてジューシーだったっていうのを食レポをメールで書いてたんだけど、送ろうとした瞬間に初期化されちゃって送れなかったので、明日送りたいと思います。美味しかった、初めて見る品種だった。いつもはスーパーでよく見るのはいちごさんってやつと、佐賀ほのかと、あまおうとか、そのあたりをよく見るから、初めて見て初めて食べました、美味しかったです。レネさん、お断りです。ニッシーさん、スカイホエールさん、カードリさん、あられ、金友さん、お断りです。お断り、こんばんは。今日はね、ノイミーさんの5周年ライブがあってね、お話し会、今日はお話し会、いろんな現場からさ、オンラインだと参加できるんですけど、今日は AKB さんの握手会、横浜であってる握手会会場から、そしてノイミーさんの5周年コンサートの会場からの人がおりました。いろんな現場からありがとうございます。そして昨日のバスツアーのあと泊まってストーチ旅してますって方も来てくださって、本当にオンラインって便利だなって。ちょっとなんか、うわ、座布団が滑り落ちてソファーから落っこちそうだった、危ない。広島でツアーが決まってたのいみーさん、6月、ゆうなんとね、行きたい前ファンの方を通じて話したから、見に行けるかな。
ヤマさん、ボンボリ、しんいちさん、あられ、まるさん、しんさん、あられ、おだしさん、あられ、ゆずりたるさん、ハート、ありがとう、こうさん、お断りです、まうなさん、あられ、ありがとう、こんばんは。なんか今パシフィコ横浜にいますって方がね、2連続でお話から来たんですよ、違う方が。で、多分その方たちは知り合いじゃないから、もしかしたら同じ、もう目の前とかでパセリのお話し会に参加してるかもって思ったら、なんか不思議な感じだった。一人目の方が、今日は AKB のお話し会でパシフィコ横浜にいますって言って喋って、バイバイって言った後に、二人目の方が同じような壁で、どこにいるでしょうって言われたの。それパシフィコ横浜でしょって言ったら、なんでわかるのって言われたけど、実はその一人前の人も同じ場所だったからわかりました。同じ壁だったから分かっちゃった。同じだったの、光の具合とかも。だからそう、分かっちゃったけど、エスパーでもなんでもなく、ただそう、前の人が同じ壁だったからたまたま分かりました。偶然連番してた。こんばんは。横浜勢、楽しかったですか？いいよな、アイドルの現場はな。そしてオンラインお話し会も便利ですね。いや、言ってるやん、なんかコメント欄あって、今日オンライン来てない人たちめっちゃ言ってるやん、パシフィコ。あれあれで、20日は幕張でお待ちしてますね。待ってますね、よろしくお願いします。ラストリアルお話し会幕張です、よろしく。今日ノイミーさんの5周年行った方も、あの幕張の日はノイミーさんもね、幕張であるということなので、イコノイジョイファンの方も幕張でお待ちしてます。よろしくお願いします。パセリタワシのみんなもよろしくお願いします。タワシ詐欺のみんなもよろしくお願いします。みんなみんなよろしく。そう、幕張でね、いろいろあるっぽいよ、20日は。だからみんな、交通とかいろいろ気をつけて、前もって来てください。50代独身さん、ひしもちありがとう、ひろゆきさんゲームギフトありがとう、ジロくんお断りです、ハートありがとうございます、クロさん歯車ありがとうございます、こんばんは。レネさんハートありがとう、アシーさんあられありがとう、お、STU だけにした、よろしく。すごいね、全部言ってるのに選ばれたのは STU でした。イエーイ、あやたかの気持ち。しゅんちゃんお断りです、さとこさん、ちんさん、あられありがとう、 STU さん話したかったですって言われた。AKB さん、研究生の皆さん嬉しい、ハッピーハッピーハッピーじゃん。もちはださん、あられ、たかしんさん、歯車、おみかんさん、ペンライト、こうさん、ハート、ありがとう。お疲れ様です。今日はずっとこの帽子をかぶって参加しました。今日さ、これさ、みんな何に見えますか？私はこれ、ユニバで買ったスヌーピーなんだけど、スヌーピー帽子なんですね。証拠は見せれない。証拠、スヌーピーっていう、書いてるスヌーピーってこのタグに書いてる
シユニバのロゴもあるから、これスヌーピーなんだけど、今日のコスプレは牛ですかって言われたの、一人の方に。牛と思って、でそのお話し会中に、いや牛じゃないよみたいな言ったら、メンバー遠くから多分聞いてて、私の声が大きすぎて、牛やばいみたいなLINE が来たのお話し会終わってパッて言ったら、牛やばみたいな連絡来ててさ、聞かれてました。あ、そう、ポチャッコって言われたけど、実はスヌーピーでした。これはそう、いやでもそうなのいや牛はおもろすぎてびっくりした。安尾くん、あられありがとう。ジャーパンクさん、あられ。阿部寛さん、ぼんぼり。少々さん、レインボースター、ありがとう。キョンシュさん、似合う、ありがとう。羊のショーン、羊のショーン、羊のショーン、羊のショーンのなんか展示会みたいなやつ行きたい。合ってるよね、今。羊のショーン、羊のショーン、羊のショーン、羊のショーンね。え、なんか広島でもあるんかね、あれ。行きたいんですよ、私。羊のショーンが好きって話したことないかもだけど、なんか行きたいなーってなんか漠然と思ってて、広島、あ、ある。3月22から4月まで、そごう広島特設会場で羊のショーンのね、なんかイベントがあるんですよ。展示会みたいな、15周年記念の展示会があるから、これ行きたいんよ。トニーさん、花束10個ありがとう。西さん、あられ。テキサスのロンスターさん、バラありがとう。あ、ヒロクマも好きだよ。え、ねえ、聞いてよ。この前さ、この前ね、ヒロクマいたんだって。私のファンの方がヒロクマに会ったらしい、広島で。私も会いたかった。え、しかもヒロクマがテレビデビューしてたんですよ、全国放送の。ヒロクマのファンが増えてしまった。まあこれは嬉しいことです。ヒロクマ。グーさん、あられ。林藤代さん、ぼんぼり、ありがとう。そう、ヒロクマに会いたいです。ヒロクマはね、どこに現れるかわからないから、運が良ければ会えます。羊のショーンって今どこでやってんだろう。なんかあちこちでやるらしいんですよね。あ、阿部寛さん、お代理様、ありがとう。間に合ったかな。羊のショーン店、3月10日まで大阪でやってる。東大阪、東大阪市民美術センターでやってますね。大阪が終わったら広島なんかな。広島嬉しい。広島ってさ、飛ばされがちな時あるじゃん。東京、横浜、大阪、福岡とかの時あるじゃん。だから嬉しい、広島も。ありがとう、羊のショーン。めっちゃきのこさん、ぼんぼり、ありがとう。りょうへいさん、かわいい、ありがとう。あ、え、待って、もう一個来てた。山猫坊主さん、ありがとう。逃した、チャンスを逃した。え、そう、名古屋もね、東京、大阪、名古屋、福岡、横浜とかその辺、あと仙台とか。でも熊本強くない？熊本入ってくる時あるじゃん、熊本。そういう時長崎は絶対ないんですよ、悲しい。長崎も仲間に入れてほしい。ハラッシーさん、お断りです。カードリさん、あられ、ありがとう。マシヒコから帰ってきました。おかえり。楽しかった、一日。楽しかったか。オンラインもありがとうございます。もう
みんなみんなパシヒコからだよってみんなパシヒコこんばんは。羊のショーン、羊のショーン、え、握手会なんでしょ AKB さんって今。へえー、最高じゃん。 STU も握手会始まるかな、次ぐらいからね。でもなんか手袋するらしいけど。パセヒコ、パセヒコ参加してくれてありがとうパセヒコ広島、阿部寛さん、レインボースターありがとう。2期生、そうね、2期生私たちはまだ握手会1回しかしたことがないですね。4年前5年前とかに1回だけやりました。え、そう、今日さ、お話し会でいろいろ教えてもらったんですよ。今日話し会でファンの方に教えてもらったこと、まず美穂の、美穂ってインスタ始めたのって聞かれて、いや知らないよって、偽物じゃないのって言って、本人に聞いてみるねって言ったけど、本物らしい、本物だったよ。あと DMM でそのみちゅさんのセレクトした、あの、なんだったっけ、昨日話してたやつ、アーカイブじゃなくて、なんだっけ、あのセレクトの、あ、セレクション違う、なんですっけ、カタカナの、あ、リバイバル、それです。リバイバルが始まってセプトが選ばれてたよ、でもフーさんの方だったよって言われました。サバイバルやばい。アマゾンの奥地からお送りします。ポストさん、ぼんぼり、かいちゃんだるま、トロさん、ハートありがとう。そう、ミホ本物らしいです、本人に聞いたなぜか私はお話し会でファンの方に教えてもらうっていう。ミホってやつ、なんかなんていう名前、あー、なんか教えてもらったけど忘れちゃった、お餅みたいなやつ、そんな感じの名前のやつです。なんか他のメンバーが、インスタやってるメンバーがフォローしてるらしいから見つかると思います。あ、みほお餅93、あ、誕生日だそうです。皆さんぜひ、あと沖さんもこの前インスタ始めたので、ぜひぜひ、みんなパセリを始めてませんので、ぜひぜひメールと X をお楽しみください。すいません、ちょっと映えないもんで。みふねさん、コンペイトー、間違った、あられありがとう。見つけた？お、え、どんな投稿してるの？どんな投稿上がってる？まだ上がってないの？パイのみさん、かわいい、ありがとう。うん、自己紹介メール送りました。今日は3日だからね、毎月3日恒例の自己紹介メール送りました。ミッチーかわいい、ありがとう、でもお断りです、いろんな人に言ってそうだからです。かいちゃん、タコありがとう、たこ焼き食べたいです。あ、投稿はまだないのか、じゃあ上がったら誰か教えて、パセ見れんから、みんなの情報が頼りです、もうすべてみんなの情報頼り、悔しい、負けを認めます。自己紹介メール、今月は基礎情報を簡潔にして、内容というか最近のことを長めにいろいろ書きましたよ、ぜひご覧くださいませ、よろしくお願いします、見てね、ゆっくり。お、箱根旅行楽しそう、いいな、私も旅行したい、食べ歩きとかしたい。スケオさん、あられありがとう、あられ。田中美穂さん、同姓同名多い、確かに尾崎セリカはいなそうだけど田中美穂は多そう、確かにね、多いよね田中美穂さん。
自己紹介。自己紹介は今月のラインナップは名前、生年月日、出身県、課外活動ユニット、ニックネーム、メールの返信タグと美味しいもの共有専用タグ、そして最近のパセリ 1,2,3 本立て、そして気になっているもの2本立て、最近喜びを感じたこと、そして私の将来の夢 1,2,3,4 つ書きましたので、ぜひじっくり読んでパセリのことを予習復習してください。よろしくお願いします。吉和さん、ぼんぼりありがとう。見てね、もう目代わり、目代わりのね、目代わりっていうのがあるんですけど、 20% オフなんですよ、メイク道具とかが。それでね、買いたいものが多すぎて何を買うか迷ってるの。目代わり、目代わりのチケットは4枚、4つ買えるの今。 20% オフのクーポンが4つ配布されて、この期間に買いましょうみたいな、買いましょうではないけどあって、そういう時にメイク道具とかをリップとかあのストックを買うんですけど、どうしようかなって今悩み中です。最近ね、アイシャドウ、目の周りに塗るメイク道具があるんだけど、アイシャドウがもう底が見えてて、もうね、頑張って筆で底が見えすぎて、四隅にこう、わかるかな、四角になってて、こうやって使うから真ん中だけもう底が見えてるんよ。だから四隅にこう残りがあるから、その四隅から頑張って筆で撮ってるんだけど、さすがにもうね、色がつかなくなってきたから買おうと思ってて、でもね、何が最近のあの流行りかとか分かんなくて、 X で調べまくってます。難しい。 20% 安くなるの。でも今 Amazon のセールもしてるから、 Amazon のセールが 25% オフとかなんですよ。やけんね、ちゃんと見比べなきゃいけないの。見比べてやらんといけん。こういう時難しいですね。見てほしい私のアイシャドウ、みんなに見せびらかそう。あのね、どんな感じのやつかっていうと、あ、なんか斜めになってるけど、斜めになっちゃったよ。羊のショー、あ、なんかものすごく斜め。あ、わかった、はい、すいません、すいません、お騒がせしました。パセリのメイクポーチ紹介、じゃーん。もうこんなにどこへ行くにも一緒だから、あんなに白かったのに、もう極みに極んでます。でもね、可愛いんです。これお洋服のさ、ブランドのとこのやつだから、なんか珍しくてずっと使ってる。そう、パンパン、なんでパンパンかっていうと、このスプレー、これももうなくなるんです。見て、あとこんだけ、こういうなんか大きいのが入ってるからね、これでほぼ埋め尽くされてる。もうこれ取ったら薄くなった。これです。問題のアイシャドウがこちら、ボン、これなんですけど、このねこの四隅から頑張って取ってるんよ今は。こういう、これでこうやってこうやってクククククククって取ってるんだけど、もう筆が潰れてきちゃって、あまりにこう強く当てすぎて、だからもうさすがに買わなきゃ。もうここの色は、こういう色はね、もう濃すぎるの。だから、そう、本当にもうこの6色とかだけでいいと思うんですよ。でも今時のやつって、今時の韓国コスメってもう
全部9色とか入ってて、だから単色の1色しかないやつを買ったの。でも色が合わなくてでもこんだけ色が入ってればどれかしら色が自分に合うからね、やっぱりこの9色がこうやって流通してる理由がよく分かりました。もういい、こういうなんか薄めのさ、ほぼ色ないよみたいなやつがないんですよ、全然単色で。だからね、こうやっていっぱい入ったやつをね買うからかさばるんです、ポーチで、ポーチの中で。それがちょっと困っています。でこれがもう使える色のところがもう四隅に散らばっちゃってるから、もう取れないから、こう買おうかなと思ってて、でも悩み中です、困ってる。これはチークとかなんだけど、あの普通は多分お家とかでメイクするじゃないですか、会社行くとか学校行くとかでもお家でメイクすると思うけどさ、あの活動柄さ、東京だったりあちこちにお仕事行くたびに持ち歩くから、もう振動で割れてこうやって削れてくの、悲しいことに。振動にやられちゃってね、このね、そこの網網が丸見えで悲しい。大事に使っています。そう、最近のお悩み、お悩み相談会始まっちゃった。そうなんです、これは去年、これも1年ぐらい買うか悩んで買った、去年買ったやつでも一生なくなる気配がない、全然減らなくて。よくアイドルの方が使ってるやつを買ってみました。これでもうこんだけ幅を取ります。このポーチの幅とほぼ同じ幅を取っちゃう、やばいよね、やだやだ。でこれが今日メールに書いたコンシーラー。あまりに荷物が多いからもうファンデーション持ち歩くのやめて、これをもう顔全体に塗りたくって。そう、メンバーからプレゼントとかでもらえ、これサンプルでもらいました。ソラナさんがくれました。私がクマがひどいって悩んでたらくれました。そう、パンパンです。コンシーラーちゃん、あ、そう、みんなにさ、もう一個相談したいことがあるんですけど、あのさ、段ボールとか、実家に荷物を送りたいんですけど、段ボールとかってどうしてどうしてるんですか？どこでどうしてるんですか？なんか実家の頃はさ、家にいっぱい段ボールとかあったからそういうの使ったんだけど、一人暮らしして段ボールないから、スーパーでもらうの？もらえるの？くださいって言ったらいいの？分かった、じゃあ聞いてみます。買えるのかなと思って、この前お店で段ボールコーナーみたいな見に行ったけどさ、ちっちゃいサイズしかなくて。あ、もらえるのか。じゃあもらおう、もらいます。実家に送りたいものがたくさん。あ、郵便局で言えばいいの？あ、本当？本当？スーパーのは小さめ。何がいいんですか？何の段ボールがいいの？おむつとかが入ってた段ボール、パンパースとか、そういうやつ。結構ね、大荷物実家に送るのは、冬服、着なくなった冬服3着ぐらいと、帽子、バッグとか
あ、CD の段ボール。そうかも。みんなそうじゃん。みんなお家に段ボールがいっぱいあるかも。ほんとやん。じゃあみんなの家にある段ボールをパセリのとこに集めたら解決ってことですか？もしかして。はぁ、あ。そっか、みんなあるのか。確かに CD 系の段ボールは丈夫そうだね。私は段ボールを探してるのにみんな段ボールを譲りたいのね。需要と供給がこんなに一致してるのにもらえないなんて。もらえないとか。でもさ、実家の頃は車があったから郵便局とか黒猫山本とかそういう宅配会社にこう車でこう持ってって受付にこう運べばよかったけど、今ってお家からよっこいしょうなんよ。あ、取りに来てもらうやつもあるじゃないですか。でもさ、やっぱ少しでもお得に送りたいと思ったら自分でこうやって、いつもね、もうどんなにでっかい段ボールでもどんなに重い段ボールでも頑張ってこうやってエッサホイサって言って運んでるんですよ。私ね、郵便局に持ってった方がさ割引聞いたりするじゃん。だから持ってってるんだけど、さすがに大荷物すぎて困ってる。どうしよう。台車、台車ね、台車台車。あ、確かに事務所にありそう。本当じゃん、事務所。本当やね、ファンの方からのプレゼントとかが入った段ボールとかありそうや。あ、コンビニ、あ、確かにコンビニに持ってけばいいのか。そうだね、郵便局とか行かんくても。確かに。ほんとじゃん。ありがとう。最近の、ここ2週間ぐらい、実家に荷物送りたいけど、ちょっと、どうしようっていう、時間が2週間あったから、助かりました。まず、スーパーに段ボールをもらえるか聞いてみたいと思います。ありがとう。助かるよ。助かったよ。ありがとうございます。本当に台車台車家にあって使う？結構使うの？使うことありますか？もうなんならキャリーバッグに詰めた方がいい？キャリーバッグに詰めて送って、今度帰省するときにキャリーバッグ持って帰ってくるみたいな方がいいの？Kのじさん、ハートありがとう。台車持ってんの？それが一般的なん？みんな台車持ち？かっけえかっけえかっけえ。スーパーでカート借りる、やばすぎ。それはさすがにやばすぎるね。テスコシダさん、クマありがとう。犬だけどクマ。ひさまるさん、あれ、おはじきじゃなくてあられ、ありがとう。ありがとう。おはじきとか言っちゃった。おすじくん、お断りです。おみかんさん、ぼんぼり。かずきさん、あられ、ありがとう。今日は犬だよ。あったかかった、頭とっても。ピヨン、今日は10時には、あ、待って待って、10時に終わるとかで時計見たら10時過ぎてたんだけど、うん、あれ、今日ね、なんか帰り道さ、メンバーとこう喋りながら帰ってきよったんやけど、なんかもう口が回んなくてもう口回んなすぎて、絶対今日ショールームも口回らんわと思ったけど、意外と回りました。でもなんか気抜いたらよだれが
垂れそうで、口がなんか今日なんかダメですね。ダメだわ。うん、10時過ぎてた。わかんない、なんでだろう。寝不足かな、わかりませんだけんいっぱい寝る。今日は、明日も朝からだから寝るでいい。こんばんは、ミックさん。あられ、長崎のおじさん、ハートありがとう。しおなさん、ハート。くろさん、レインボースター10個ありがとう。ちゅう、かずきさん、ハートありがとう。よだれで垂らしまくったらもう恥ずかしい。ひろさん、花束ありがとう。うん、最初は垂らし食べたい。フォーの演技に泣けてきた。パセリのフォーも公開してほしい。フーさんのフォーすごいよね。フーでフォー。明日午前中、お昼配信どうだろう。どうかな。お昼はするかも。でも分からん、お仕事次第。なんかね、明日は一旦帰ってきてからまた行くって感じだから、それ次第かもです。今帰りました。お帰りなさい。お帰り、お疲れ様。メビウスさん、ハートありがとう。明日はね、ちょっと朝からだから、また時間は帰宅次第になっちゃうと思うので、急に始まるかもです。ねえ、最近早起きマンだったから生活リズムがいい感じかもしれませんね。ちょっと今日は、ちょっとでもさ、ノイミさんのライブ見たい。ライブの見逃し配信見たい。Hulu であるって流れてきたからいいね押したんだ。見たいけどダメです。パセリは今日は寝ます。寝ましょうね。ね、寝ますよ、ちゃんと。またあの明日以降見れるときに見る。だから今日は寝る。寝ます、絶対に寝ます。見たい気持ちを抑えて寝ちゃうんだからね。ね、みんなもしっかり寝てください。今日お話し会、いろんな場所から参加してくれた方ありがとうございました。ありがとう。そうね、寝る、寝る予定一応。永遠に寝たい。いや、それ起きてよ、起きてくれよ。いや、そう、お風呂とドライヤーが難関です。もうちょっと配信しようかな、したらじゃあ15分まで配信していいですか。ちょっと今はドライヤー頑張る気持ちじゃないから、もうちょっと話してもいいですか。いい半までに伸びる可能性もあり。池袋のパルコでした。あ、池袋なの、あれ池袋か。みんな、よっしゃ寝れると思った人たちはごめんよ、ごめんだよ。もうちょっとお付き合いください。もうちょっとねドライヤー頑張れない今、頭がね働かない。明日5時起き、めっちゃ早いやん。じゃあ明日をおやすみなさい。先に寝てていいよ。ごめん、この時間まで配信付き合ってくれてありがとうだよ。もう寝る準備はできたのかい。良平さん、お断りです。こんばんは。ドライヤーが冷たい風しか出なくなりました。私もね、昨日の夜そうだったの。同じじゃん同じやん。でもね、こう頭寝てる時はなんか冷たいんよ。でも手であれと思ったらあったかくて、気のせいかもしれないけど
同じ現象起きてるやん。時すでにお寿司さんお断りです。でもハートはありがとう。ハートは受け取るね。壊れたんかな。困るよ。まだ1年しか使ってないんだからね。高いんだから。奮発したんだから。マモルさんあられ。おみかんさんかわいい、ありがとう。温度、なんか電気の力が足りないのかなとか思ってたけど、そう、沖さんと去年の初売りで買ったやつ。そうなの。大城さんあられ。ウッピーさんありがとう。スタンプ10個、ありがとう。10、アリが10匹、ありがとう。ね、今日無事だといいな。今日寒いから温まりたいと思います。え、そう、もう配信終わる気だったからさ、撮っちゃいました。撮っちゃったよ。犬スヌーピースヌーちゃんスヌーピーね、今日めっちゃ寒かったよね。雪降ってるよって言ってた、お話し会でファンの方が。でも私がいるとこは降ってなかった気がするの。羊のショーン、羊のショーン。そうだよ、牛じゃないんだから。本当にびっくりしたもん今日お話し会で。牛ってなんで自分の干支のコスプレって思った急に。そう、これスヌーピーね。いい天気だったよね今日。でも寒かったよね。どこが降ったの？広島も降ったの？愛媛？でも昨日もね寒かったの、淡路島。昨日は朝5時6時ぐらい広島雪降ってました。めっちゃ寒かった。そうね、来週末は福岡ですので楽しみです。あー、あやぱんと出る最後のフェスかも。卒業時期教えてって言ってまだ決まってないって言われて、1年ぐらい伸びてほしいね。パン粉パン粉パン粉、まだ決まってないって言ってました。いつになるんだろう。今日ももちゃんの最終活動日が発表されまして、4月の7日、4月7日の日が最終活動日で、あのおきまいさんの広島公演がある日なんですよ。ももちゃん今日発表されたの。そうなのよ。そう、寂しいです。もう1ヶ月後ぐらいだよね。そう、だからあやぱんももうすぐ決まるのかな。うぃー、実感湧かないって言ったら私もって今日言われた。私も実感湧かないって言ってました。本人も実感湧かないならこっちも湧くわけがないですね。でも笑って見送ってほしいそうなので、今日は参加できずごめんでした。いつも参加してくれてありがとう。また予定が合うときに話そうね。謝らなくていいのだよ。みんな自分の生活があるから、来れる時に来てください。待ってる、いつでも。カンさんあられ、スタメンさんあられ、ありがとう。あー、パンちゃんのクラコまだ録画中。おはようございますってやつまだ見れてない、ね、寂しい。
マイカー怖いね。今日の話し会10人ぐらいマイカー怖いまだですかって言われたよ。私もそう同じ気持ちよ。マイカー怖いいつですかって、マイカーないから全然現場がありませんって今日は10人くらいに言われましたよ。1日でみんな待っててくれて嬉しいです。それだけマイカーが好きってことだね。決まったら来てください。今のところ何も予定はありませんね。はあ、そう、大きいマイカー、大きいマイカーやりたいよ。マイカー、マイカー。リーダーはなんか作らない方針でいくってこの前みんなで話したけど、わかりません実際のところは。そもそも課外活動ユニットがもう人数がどのユニットももう足りないからどうなることやらね。ミルさんもリーダーだし、オキさんもリーダーし、チャトリも減るし、みんなあちこち減るのでどうなることやら。そう、3期生とかが入るにしてもね、どうなるかなね。えマイカーがいいよ。まーさんお断りです。はるぺこだよ。夜ご飯ちゃんと持って帰ってくればよかった。今日の夜ご飯は多分オムライスだったんだよね。あの入れ物的に、パッケージ的に、あのオムライスのさ、ウインナーとコーンとミニトマトが美味しいんだよね。オムライスじゃないんかい。オムライスも美味しいけど、そうなのね。忘れてました、持って帰ってから。マイカー、いや15分になった。じゃあ別れの時間にしようかな。ちょっと今日は頭が、なんか最近頭が寝てるので配信中何喋ってるかまた分からない時期が来てます。みんなありがとう、お話ししてくれて。みんなのおかげで楽しい配信でした、ありがとう。いやこれは犬、これスヌーピー、パセーピーよ。そう、もう頭が寝ちゃってて、また頭が起きたら元気いっぱいに配信するね。まあ、今日も結構元気いっぱいだったけど。またね、今日はしっかり休んで、また明日以降も配信で会いましょう。頑張る、お風呂ありがとう。やっぱ服がさ、黒めの服着てると髪が明るく見えますね。不思議だね。肌とかも白飛びするし、髪も白飛びして明るく見えるね。でも白い服とかに合わせた黒髪全然黒ない。不思議現象。みんなも頑張ってください、お風呂。あと明日からのお仕事ファイトだよ。大五郎さんハートありがとう。一週間頑張りましょうね。じゃあ壇上に行きますね。壇上タイム。13位川鳥さん、12位陣内さん、11位レネさん、10位ワウワウさん、9位50代独身さん、8位新一さん、7位トニーさん、6位おみかんさん、5位ペスコシダさん、4位山猫坊主さん、3位ウッピーさん、2位クロさん、1位阿部寛さん、ありがとうございます。頑張ってくるわ、ドライヤー。また明日会いましょう。早起き頑張ろう、みんな。おやすみなさい、ありがとう見てくれて。また明日ね、おやすみ。